<で>どうも PDR さんです今日は「ファミリーチャンネル」かっこキッキズチャンネルについて話しますがそういうチャンネルに対する「PDR さんのスタンス」は皆さんご存知ですよね。知らない人たちのために説明しないとキッズファミリーチャンネルがいくら可愛くて健全な動画を出そうと「 子供をネットにさらしてお金儲けの道具として使っていることに変わりはない。子役や子供タレントもそんな感じじゃね子役や子供タレントに対して思うことはいっぱいあるし、芸能界の闇とか考えると吐き気がするんですけど、労働に関しては一応法律とかあるじゃないですか。あー。 YouTube なんて無法地帯じゃん。子供を何時間労働させてるとか、20時過ぎに労働させてるとか、そういうの分からないじゃないですか。ファミリービログとか労働じゃねえしとか言うかもしれませんが、それでお金を稼いでるんだから労働でしょう。出演者みたいな感じだよね。 キッズチャンネル、ファミリーチャンネルに対してそういう思いがあるため、いつものように第三者目線から公平な意見ができない可能性もあるので、ご了承ください。そして本題に入る前に、今日取り上げるファミリーチャンネルの YouTube チャンネルや SNS に行ってアンチコメはしないでください。お願いします。はい。今日取り上げるのは、いおりくん TV。現在は、中学生インフルエンサー。 アーティストとして活動と書いてありますが、8年前に始めた時は、5歳のいおりくんがおもちゃを開封するキッズチャンネル。チャンネルで一番人気のある動画は、マリオの寸劇動画。一昔前に流行った感じのやつだ。そしていおりくんが中学生になって、5歳の弟がいる今は、ファミリービログ的なものを出してます。余談ですが、セカちゃん、ショートチャンネル、ゲームチャンネル、ママチャンネル、弟チャンネル、パパチャンネルもあります。 収益化できるものはすべて収益化する。YouTuber の鏡。今回問題となったのは3年前にセカちゃんに投稿した動画です。3年前の動画掘り起こすとかどんだけ暇なんだよ。そのタイトルも。回転寿司で緊急事態。今うんちしてる。頑張り CC。見られるとやりづらいよね。何そのフォールアウトボーイがスカトロもののタイトルを考えたみたいな。すいません。 家族4人でスシローに行ったら、当時2歳の次男がうんちをしてしまうという動画です。うんこしてる姿をネットにアップされてどう思うんだろうね、大人になってから。問題になってるのは、うんちしたことではなく、次男が醤油さしをペロペロしたことです。おじちゃん、それ食べたいよか。カッ食べて。カッ落ちる落ちる落ちる。 落ちる落ちる落ちる。お腹が、これ、い。これも、いいじゃん、一個ずつしないパプターが。ママ一個。なにこいつ元祖じゃなかったんだ。P d r さんはこの映像を見て思ったことが二つあります。まず、気づけよ。そして、その部分カットしようと思わなかったの三年前とはいえ、バカッターとかめっちゃいたもんね。P d r さんが思うには、カットしなかったのは、映像を見て、 まあ、これぐらい大丈夫っしょ。ってなったか、次男に興味がなさすぎて気づかなかった。相棒で、3年前とはいえ、ここからの対応で、さらに炎上するか、炎上を鎮下できるかが決まるんですよね。さらに炎上したんでしょ。ビンゴはぁ いおりくんのツイッターに多分お父さんが書いたであろうことが投稿されました。3年前にスシローで夜ご飯を食べてる際に2歳の次男が蓋が閉まっている醤油を加えた動画が拡散されています。こちらの件について現在弁護士に相談しております。ご心配をおかけして申し訳ございません。日本語に訳すと3年前のことだし2歳の子供がやったことだから別にいいだろうてか謝罪の一つもできねえのかよ。 こんな悲惨なツイートをするぐらいだったら何も言わない方が良かったと思います。親としての責任取れよで、3年前だからそんなの時効だろの人たちのために数日前の映像もございます。マジか。こちらの映像ではお母さんが長男の月指の手当てをしてる間に次男がお客さん用のレンゲを大量に持ってベタベタ触ったり舐めたりしてます。

死んよみたいな。な <laughs> 痛いの、どんぐらい、どんぐらい痛いの、動かしたらもう痛いの。こう、こうやったら痛い。うん、あ,あ、そういう感じね。うん。ここが伸びたら痛いから、ね。そう、こ,こうい,いや、これこそ気づけよ。まず、子供は全く悪くない。すべては親の責任です。うん、で、動画撮ってるのはわかるよ。 でも、次男を放置する理由にはならないだろう。ねえ。それに動画なんだから、いくらでもやり直しは聞くでしょう。ただ構って欲しいだけなんじゃねえのそれだったら、一旦止めて構ってあげるなり、そのレンゲはみんなが使うものだから触らないよって教えるなりしろよ。うん。こんな当たり前のことをスーパー後輩パパの PDR さんに指摘されて恥ずかしくないのはぁ、あ。PDR さんこれを見て、さらにパパとして頑張らないとなと思いました。 PDR さんはお金のために子供は売りませんが、自分のプライドと魂はいくらでも売ります。少しは恥を知れよといえば、<laughs> YouTuber を信用するな T シャツと、あっち行け T シャツ。そしてシールとスマホケースがございますので、興味ある人は下のリンクから飛んでってください。PDR さんの LINE スタンプもよろしくね。オフエンドスクリーンの白熊白象でございます。 皆さんは今日取り上げたことについてどう思いましたかぜひ下のコメント欄で意見をお聞かせください。いやあ白熊白蔵も実は子供がいるんですけどこのマックの冷凍庫から出れなくて数年は会ってないですね。元気にしてるか白田白吉パパ会いたいよ日本のマックで元気にマックのバイト食べてるから心配するなよはい。ということで昨日の動画とおとといの動画をぜひぜひチェックしてください。